皆さん、いかか。がお過ごしでしでょうか6月に突然記録的な猛暑になったかと思うと、まあ、一転梅雨に逆戻りちょっと涼しくなりました。でそれ自体はいいんですがこのコロナの感染者数がまた上向きに転じているということで。 い,やいつまで続くのか、まあ、終わりが見えないっていう状況がずっと続いてますでこうなってくるとなかなか気軽にあの友達と食事に行ったりとかお茶するっていうなかなかちょっとしづらい状況にまたなってきてしまいましたね残念ながらで多分そんな風に、えー、感じてらっしゃる方も結構いるんじゃないかと思いまして でまあ、前回の銀座の動画もそんな感じだったんですけれどもあの、まあ、友達とあのちょっとお茶しておしゃべりしてるみたいな感じであの、まあ、近くのいろんなところをご紹介するみたいな動画をちょっとやってみようかなと思います。まあ、なのでそんな感じでちょっとリラックスしてあのお楽しみいただければ幸いです。 で、今日はですね、赤坂についてちょっと語ってみたいと思います。で、私はですね、赤坂とのお付き合いはかなり長く、濃いものがあるんですよ。で、そもそもの始まりは、大学一年の終わりの春休みの時に。 であの中国語をあの専攻大学で専攻していたんですけれども、まあ、そういったこともちょっとあってあの赤坂に社屋のある鹿島建設ですね鹿島の、えー、そのでアルバイトをさせていただいたことがあります。なんかその結構大きいオフィスで 中国語の書類をひたすら処理していくみたいな、まあ、そんな全然難しい仕事じゃなかったんですけれどもで当時ですねで今「おふえる」っていう言い方今でもあるのかな、まああのー、まあそういう一流企業のオールさん女性社員の方たちに混じってあの会議室で、えー、お弁当とか、えー、食べてた時に。 いくつなのとかって聞かれて「19です」って言ったら「えっ?」とか言ってすごく驚かれちゃって「<laughs> 19だって?」とか言ってなんかね、まあ、大人のお姉様方の間ではかなり、まあ、10代って言ってなんかビビるぐらい若かったんですかね、まあ、あのまあそんな感じでちょっと、あのー、楽しい、あのーはい、思い出もかなり結構ありますで。このページはですね、<laughs> 赤坂ってローマ字で Google で検索すると、まず出てくるサイトがこれでした。で、これ引っ張ってきたのが、このタイトルですね。英語のタイトル。Luxury Lodgings, World Class Restaurants and Unexpected Amusements。<laughs> すごいね、家で妙なんですよ。で、じゃあ順番にちょっとざっと、あのー、何、 どういうことかって言いますとねまあラグジュアリーローシングスっていうのはまあ豪華な宿ですよねで例えば、まあ、赤坂の九丁目にある、えー、リツカルトン東京なんかがあの、まあ、これ指してラグジュアリーローシングを指してあのね必ずしもねあのラグジュアリーなところ だけではななくてて、まあ、いろんな価格帯が揃ってますね赤坂周辺って。で例えば、そのア n エクスペクテッドアミュー e m の <laughs> 一つでもあるんだけど、この変なホテルっていうね、名前がまたちょっと変な、あのまあ、面白く変わってるホテルチェーンですね。で、これはあの大手旅行会社の HIS がやってるホテルなんですよ。で このロボットが全部チェックインプロセスをやってくれると。でちょっとどうかなっていう時はあのー、スタッフの人が常駐してるのであの全然問題なく、えー、とあーできます。であんまりねまあ、まあ、いろんなランクの部屋があって、あのー、一番標準的なものだと5 3平米とかでちょっと。 と狭いは狭いんですけど、まだすごく新しくてピカピカで、結構快適にあの泊まれると思いますね。で、あとですね、これは赤坂見附の近く、三丁目のあたりにある、この名前がホテルヒラリーズ赤坂で、ね、ヒラリーさんのファンの私としては、これも気になってて、でも、 この立派な綺麗な外観で、まあ、泊まったことないんですけれどもでも値段もそんなあの高くないみたいで,で,で先ほどの変なホテルもそうですけどもいろんななん,かなんとか割とか、あのー、予約サイトの,あのクーポンとかいろいろ使うと下手、まあ、するとね2000円もしない、まあ、2000円くらいで泊まれることもあるぐらいなんですよ。でせいぜいぜ そういうのが使えないとしても4、5000円とか、えっと、その、このヒラリーズの方はもうちょっと安かったと思いますね。って感じで、必ずしもラグジュアリーではないっていうところが、また赤坂のいいところなんですよね。で、はい。でね、この写真ですね、この、えっと、ビッグエコーとか、ファミリーマートとか、この、 ある通りは、えっとね、エスペラナード赤坂通りってちょっとしたかみそうな長い名前なんですけどもこれは赤坂見附の駅を出てでえっ、ー、とまっすぐ行って2本,2本目の道です。で多分ね赤坂っていうと飲食店っていうイメージ が強いで、まい、あ、ここら辺をイメージする方が多いんじゃないかなと思いますね。で、まさにザ・赤坂みたいなエリアは3丁目になります。で、なんでこのザ・赤坂がこんな飲食店街、実はね、赤坂は1丁目から9丁目まであって、全然その違う表情を見せるんですけども、このあのー、3丁目が、 赤坂にあのなった大きなねその理由としてはあの私思うにこの1979年昭和4年ですかのヒッ,ヒット曲「別れても好きな人」って覚えてる方いらっしゃいますかねあのまああの、まあ、まだ生まれてないよっていう方もね <laughs> 多いかもしれませんけどね。で ここの思い出語って赤坂恋人同士に帰ってグラスカーターを向けたっていうのがまさにこここれなんですよ。でちょっと話がそれますけどもこの歌はねあのー、結構ロジ,的ロ,ジスロジスティックス的に <laughs> かなりおかしいは <laughs> おかしいんですよ。で 佐々木弁さん、んあのの勉強の弁なんか本名は勉さんっておっしゃるみたいなんですけどああのー、まあ、佐々木勉さんっていう方の作詞作曲でで、荻窪の出身ということで別にあのー、東京都の出身で別になんていうかわかってると思うんですけどね多分この地名の響きだけで路地とか考えないで作ったって、<laughs> ちょっとそのめちゃくちゃぶるをちょっと突っ込んで。 見ましょうかでまずこの2人は渋谷でこればったり会うんですかね多分ばったりですよね分かんないあの待ち合わせっていうわけじゃない別れてるわけだからまあ渋谷でばったり会うじゃないですかんで雨だったとんで傘もささずに原宿で原宿は渋谷の隣でもちょっと離れてるかなあのー、ちょっと離れて 歩くにはちょっと離れてるけどもまあいろいろおしゃべりしながらあ歩いて原宿まで来ちゃったっていうことなのかもしれませんね。で多分、えっと、千代田線に乗って、えっと、赤坂まで来たんでしょう。で表、えっと、参道乃木坂赤坂3つ目ですね。でグラスを傾けると。そしてなぜか突然開く。 高輪に行くんですねつまり東京タワーですね。ででまた <laughs> あの乃木坂に戻ってくるんですよ。乃木坂は赤坂の隣っていうかあの厳密に言うと乃木坂っていう地名地盤っていうか住所はないんですよね。あの乃木神社とかあのあ地下鉄、えー、乃木坂駅の周辺を乃木坂って言ってる。 だけでまあまあそれはいいとしていずれにしてもねこのちょっぴり寂しい乃木坂っていうのはいいえってみようですね確かに何もないっていうのかなまあ乃木,ざ乃木神社さんにちょっと失礼かもしれないけども、まあ、神社ぐらいしかあんまり何もないあ失礼いたしましたあのジャニーズ事務所もありますけど何がなんでそういうちょっぴり寂しいっていうのかなと思うとうんそうですね ちょっと買い物に不便、なんかお店があんまりあるようでないみたいな感じ。で、この歌詞に戻ると、乃木坂のあと、いつものひとつぎ通りにまた戻るわけですね。で、ひとつぎ通りといえば、あのさっきの3丁目のあたり、えー、ですよ。で、ひとつぎ通りというのは、あのその飲食店が集中している 3, 3丁目と、 それから、えー、隣の5丁目の TBS のあたりを分けている通りなんで、まあ、ちょっとね、なんか乃木坂から、まあ乃木坂がなん何にもないから、また一継ぎ通りに行って飲み直すかみたいな感じだったんですかね、よくわかんないけど。まあ、あのー、そんな感じです。で、先ほども申し上げましたが、 えっとね、赤坂は1丁目から9丁目まで、これも地図ですけれども、意外と広くていろんなところがありますよ。で、それこそ、アネクスペクティ e d a m センス m あふれてるので、でえー、っとね、その1丁目から順番に9丁目まで、ね、ちょっとね、あのざっとねあの、語ってみたいと思います。はい。 まずこの一丁目といえばねアメリカ大使館ね <laughs>。何を隠そう私が長年お世話になりまたお世話させていただいてきたところですけどねこの鏡張りみたいなあの建物ねお巡りさんが周りにいっぱい立ってる。でこれまあ えー、かなりの一等地ですよね、広々とした、うん、アメリカ大使館が赤坂にあるっていうと、えっていう人って結構多かったんですよね。んっていうのは、虎のもんじゃないのと、はい、その認識はね、あ,のあってんです、実は。というのは、すぐ隣にホテル大蔵があります、これ、かなりこうあのオリンピックを機、ね、にあの立て直してもピッカピカになった写真ですけどね。 大倉、えっと、は虎ノ門なんですよね。で、またその近くにある虎ノ門病院ももちろん虎ノ門んなんで、あのー、一丁赤坂1丁目はね、なんで、ほとんど虎ノ門っていう感じですね。はい。で、次は2丁目に行きましょう。で2丁目といえば、なんといっても衆議院の議員宿舎ですね。 衆議院議員の政治家の皆さんが住んでるところですよね。あの、あの議員会館の,そのオフィスの方じゃなくて、住んでるところ。なんで、この辺はね、結構マンション街って感じですかね。あの、まあ、飲食店もポツポツあるけども、わざわざそこに行くところっていうよりは、周辺の人が、あの、 の便利のために何かある存在してるみたいな感じのお店が多いかなって思いますね。まあその政治家の人たちも住んでるのであ料亭とかもあ,あります。でさっきちらっとお話ししたあの変なホテルもこのすぐ近くにねあるんですよ。はいでえっ、ー、と3丁目ははいさっきお話ししたこの赤坂見附のあたりですね。 飲食店が一番集中してるところあの、コリアン料理の店も結構いっぱいあります。で、えー、と4丁目となるとね、ちょっと違う雰囲気。あの <coughs> 青山通り、えー、国道2465沿いで,で、向こう側が赤坂御所みたいな位置関係ですね。でここにね、羊羹で有名な虎屋の。 本社があ,のありますはいそして5丁目はあのまたちょっとさっきの3丁目の隣になるんですけども TBS ですね一番有名なるま t b s とかあと TBS が、えー、開発したサカスの中にあるあのいろんなオフィスが入ってたり博報堂とかロイターとかあるの,ー、あれのあれもあります。でえー、っとですね6丁目と7丁目は、えー、マンション街とか住宅街って感じなんですよ。で赤坂に住めるのって思う方も結構いると思うんですけどね。 思うんですけどあの6丁目7丁目は割とねあの住むとこって感じですかねで6丁目にこの、えーえー、もう江戸時代ぐらいから続いてる氷川神社があってでこの緑神社があるのでこの緑が結構豊かなんですよねそれもあってマンションとかもあってでこのすぐ近くに 氷、ねえー、川ガーデンって言ったかなすごい素敵なマンションがあって、ね、そこはねえー、っと1世帯ね4億とかねそのぐらいして5億5億はしてなかったかな、まあ、かなりお高いですねこの辺はねあでもお高い、えー、もうそれはま最高クラスのお高い物件ですけどあのー、必ずしも、えー、お高いものだけではないですねというのはその赤坂ってすごい 古くから発展しているところなので築古のマンションもものすごいいっぱいあるんですよ。なので耐震性とか、まあ、気になるとは思うんですけど、まあ、もしあの鉄筋コンクリートだったらいいんじゃないっていうことだったらあのかなり50年とか60年築50年60年の築古でもあのもう新築そっくりさんみたいに。 あのリノベで本当に綺麗なあなマンションとかもあるので,でそういうところは割と格安格安っていうか割割すごく割安だと思うんですよでそういうところもおすすめじゃないですかねあのこの辺に住みたいとかあるいは会社が近くにあって便利な場合はですねでえー、っとまあ氷川神社は6丁目で で6丁目、えっと赤,えー、赤坂通りを挟んで向こう側あの青山1丁目方面が7丁目なんですけども7丁目はまたちょっとね独特な雰囲気がありますねで。特に赤坂っていうぐらいだから坂がいっぱいあるんですけど坂がきつくてでつまりどういうことかっていうと高台があるんですよね。で高台かなりきつい坂を登った えっと,ところに結構ね素敵な一戸建てもポツポツ建っててそのそれはねまあ築年数とかにもよりますけど5億とか6億とかしてますね。で結構ねその入りづらそうなお寿司屋さんとかあとまあこの辺この辺にもねかなり古いマンションとかあって。 あのなかなかね面白いアネクスペクティッアミューメントの一つですね。はい。そして、えー、と8丁目ですね。8丁目はあのー、7丁目の左隣、えーと、西隣みたいな感じで、ほとんど青山1丁目が最寄り駅みたいな感じですかね。でここに えー、あるのが病院です、ね、山に王様まって書く山王病院はですねいやすごいここ本当に病院なのかっていうね高級ホテルじゃないかっていう作りですよで1階にこのグランドピアノがあって、ね、でお医者さんとかあの看護師さんとかあのいろんな職員の方があの、まあ、ピアノとかバイオリンとか やる方がですねあの週末にコンサートを患者さんのためになんか開いてたりとかそれ一般のねあの近所の人を見に行けたりとかあとですねあの食堂っていうかねレストランまあもうホテルの高級レストランみたいな感じででねあのまあ大きい病院で。 あの結構専門家も揃ってますね一通り全部揃ってるで循環器ないかとかそういう細かさのレベルで全部大体揃ってるんですよ。で,でこのねすごいラグジュアリーな建物にもかかわらずあの日本のねおかげさまで国民解放険生徒だからまあ3割負担には変わらないわけですね。だから結構おすすめ じゃないですかねであの、まあ、今ねコロナが始まっちゃったあとはどうか分かんないんですけどその前はそんなにすごい混み合ってるわけでもないんですよ。でしかもあの国が指定しているあの高度医療機関とかそういうあの紹介状がないと初診料が何千も取られる病院大きい病院ってあるじゃないですか。そのカテゴリーではない あの、本当に普通の一般病院なのであの、いきなり、あの、紹介状なしで初診で行っても、あの、普通の初診料だし、で、にもかかわらず、えっとね、MRI とか CT とか、そういうその検査機器も揃ってて、で、そんなにすごい激コミじゃないから、あの、まあ、確約は多分できないんだけど、ほぼね、行ったその日に、 あのそういう検査なんかもできて速攻であのオンラインで先生がその詳しく画像診断できたりとかするのであのいろんな意味ですごくいいですねあのかなりお勧めします。でちなみにあの Google レビューどうなってるのかなと思ってあのチェックしてみたらなんか何でこに低い、まあ、まあレビュー一般的に言えることですけども。 あのまあ、ちょっとね、嫌な体験をたまたまか、わ、まあ、からないその、しちゃった人が、まあ、嫌な体験、本当、強烈に残っちゃうじゃないですか。で、そういうのを書いちゃって、でいいレビューはあえてまあ書かないみたいな人も多いんじゃないかなという気もしますよね。あのうん、私はここの病院、すごくいいと思いますよ。おすすめします。 9丁目ですね、最後の9丁目。ここはですね、あの東京ミッドタウンがあるところです。で、まあ、ほとんど六本木ですね、だから、あの降りる駅も六本木だし、まあ、麦坂から歩けなくもないですけど、あのそんな感じですね。はい、えー、いかがでしたでしょうか。 えこの、えー、動画があーのー、まあ、面白かったよとかっていう場合にはぜひ「いい,いね」ボタンをお願いします。であのー、まあわ私俺はもっと赤坂のこと知ってるぞとかっていう方はね <laughs> ぜひ追加情報ご、うん、意見なんかコメントを、あのー、よろしくお願いします。でこのチャンネルがいいねと思った方はあのぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。